皆さん、こんにちは。マーキーです。今回は Warzone Pacific ヴァンガードシーズン1対応のパフォーマンスプラス申請を考慮したグラフィック設定を紹介したいなと思います。カルデラになってからベルダンスクと違い、マップの様相が大きく変わってしまいましたので、今回はカルデラに合わせた申請アップのグラフィック設定を考えてみました。もともと Warzone をやっていた人も、これから始める人にとってもぜひ設定していってもらいたい内容になっていますので、ぜひ最後まで見ていってください。早速ね、紹介の方をやっていきたいと思うんですけれども、このチャンネルでは COD 実況プレイのほか PC ゲーマーに役立つ情報を紹介しています。私、マーキーを応援してくださるって方は、高評価、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。今回の動画を始める前にできるだけね、パフォーマンスが出るように Windows 側でもいろいろ設定してもらいたいところがあります。ヴァンガードの設定動画になってしまうんですけれども、こちらのね、サムネイルの動画、動画概要欄にね、載せておきますので、まずはね、こちらの方を先に、設定しておいてください。それでは早速やっていきましょう。まずはね、オプションを押しまして、グラフィックタブを押します。今回からね、グラフィック、こんな感じでディスプレイと品質っていう感じで分かれますので、それぞれのタブを説明していきたいなと思います。まずはディスプレイタブからやっていきましょう。表示モード、こちらはね、全画面をお勧めしています。私はね、全画面ボーダーレスにしているんですけども、パフォーマンス自体は全画面の方が上ですので、特に理由がない場合は全画面で大丈夫です。ディスプレイモニターは普段使っているモニターを選択します。で、一つ飛ばしまして、リフレッシュレートなんですけども、こちら現在使用しているモニターで設定できる最大のね、大きい数字を選択してください。私の場合は120が最高なので120にしておいています。レンダリング解像度、こちらは100にします。100にすることによってグラフィックがパキッと見えるようになりますので、できれば100にしてください。逆にね、スペックに余裕がないよって方は、90ぐらいまでだったら、Warzoneの場合は申請が保たれるのかなと思いますので、スペックに余裕がない方は90ぐらいまで下げてみてください。次にこちらのレンダリング解像度の下の詳細設定を押していただきます。ディスプレイ解像度なんですけども、今使っているモニターのサイズに合わせて設定しておいてください。私の場合は 1920×1080 のモニターを使っているので、こちらを選択しています。ダイナミック解像度、これはね、無効にします。これはね、状況に合わせてレンダリング解像度を変動させますよという設定なんですけども、場面によっては、このレンダリング解像度が半減しちゃったりとかして、かなりね、申請が悪くなる場合が出てきますので、ここだけはパフォーマンスを設定無効にしておいた方がいいかなと思います。下の設定はね、このダイナミック解像度に関係するものなので無視して次に進みます。アスペクト比、これはね、自動にしておいてください。次にすべてのフレームを同期って、これいわゆる垂直同期ってやつなんですけども、こちら無効にしておいてください。有効のままだと画面にね、遅延が起きたりとかして、かなりね、画面が見づらくなってしまいますので、必ず無効にしておいてください。フレームレートの制限は基本的に無制限のままでいいと思いますが、ロビー画面なのでパワーセーブをしたいって方はカスタムの方を選択していただきまして、こんな感じでね、制限をつけるといいかなと思います。明るさは私は55にしているんですけれども、こちらのね、右の図のやや見えるってところが本当にね、やや見えるぐらいに設定してみてください。明るさがこういう風な感じでね、設定してあれば、申請がかなり良くなりますので、こちらの方をね、参考に、こちらのやや見えるっていうのを本当にやや見えるぐらいの明るさにしていただけたらなと思います。ディスプレイ看板は特に設定しなくて大丈夫です。NVIDIA ハイライトも無効にします。こちらね、ハイライトを使わないのであれば無効にしておいた方がパフォーマンスが上がります。NVIDIA リフレックス低遅延。こちらはね、有効。もしくは有効プラスブーストを使ってください。こちら、有効にしておくだけで画面にね、グラフィックが反映されるのが早くなりますので、ぜひ有効もしくはブーストをかけておいてください。ここまでできましたら品質タブに移動します。視野角、ここはお好みで設定します。こちらですね、詳細設定を押していただきますと、エイム視野角っていうのが出てくるんですけども、こちらもね、お好みで設定します。エイム視野角に関しましては、ヴァンガードの動画になりますが、詳しく解説している動画もありますので、合わせて見ていただきますと幸いです。カメラの動き、これはね、採点します。このカメラの動きっていうのは、キャラクターが歩いたり走ったりするときに画面って少し揺れるんですけども、その動きを最小限にできます。無駄な動きが減りますので、パフォーマンスや申請が上がります。次に細部とテクスチャーってところに行きまして、ストリーミング品質。これは基本低にしてください。ノーマルにしたところでそこまでね、クオリティの高いグラフィックを得られない感じがしましたので、まあ、低の方がパフォーマンスが上がるので、こちらはね、低にしております。テクスチャ解像度。こちらは調停から通常の間のどれかで設定しておくのがいいかなと思います。まあ自分のパソコンのスペックを見ながら設定すると良いと思うんですけども、これね、結構ね、見ていただければわかるんですけども、一つでも上げると結構動きますね。こちら通常にするとかなりね、VRAM が使われるってことがわかると思うんですけども、なのでこちらの場合は自分の PC と要相談しながらね、設定しておいてください。もちろん設定が高い方が結構見やすかったりとかもしますので、良ければね、通常を目指して設定していただけたらなと思います。テクスチャの違法性、これはね、通常にしておいてください。実はね、ここの設定ってあんまりパフォーマンスに関わってくるところではないのですが、まあ、テクスチャ解像度をもしね、こちら頂点にしている場合は、そんなにね、これ通常にしても意味がなくなってしまうので、その場合は低にしておくといいかなと思います。テクスチャ品質、これはね、こうですね。これは低でもあまりパフォーマンスが変わらないんですけども、まあ、テルミットなどの火花が低にしておくとかなりぼやけます。これがね、場合によっては申請を下げてしまうので、高にしておくことで火花が繊細に描画されるので、申請を下げることを防ぐことができます。着弾&スプレー、これはね、無効にします。確かに弾痕が残っているとどこから撃たれたのかっていう策的に使えたりとかするんですけども、まあ、スプレーを使って最近ね、窓に加工する方法が流行っていまして、家の外側の窓にスプレーをしますと、実は中からはそのスプレーが見えないので、まあ、カイマジックミラーなるものができてしまいます。カルデラは小さい家が結構たくさんあって、ただでさえね、索敵が面倒なんですけども、スプレーのためにこちらはね、無効にしておいてもいいかなとは思います。テセレーション、これはね、無効にします。これはね、テクスチャに奥行きとか感じやすくする設定なんですが、まあ、正直ね、壁とか床とか奥行きが感じられても申請という部分を考えますと、壁とか床はね、のっぺらい方が適の申請が上がると思いますので、こちらはね、低か無効にしておくのがいいかなと思います。オンデマンドテクスチャストリーミング。これはね、無効にします。マッチング中にね、高解像度のテクスチャをダウンロードしてきて差し替えますよって設定なんですけども、パケットバーストなどのパフォーマンスをね、下げる原因にもなりますので、こちらはね、無効にしておきます。次に後処理効果ですね。フィルムの密度。これはね、アンチエイリアスもしくは DLSS を有効にする場合は 1.0 にします。これはね、アンチエイリアスを処理するときに発生するノイズを軽減してくれる設定なので、申請が上がります。アンチエイリアスをオフにする場合は0のままで大丈夫です。フィルム粒子はね、こちら0で大丈夫です。NVIDIA DLSS。多くの場合は無効で大丈夫です。ただ 2K、4K モニターをお使いの場合はパフォーマンスが上がりますので、2K、4K モニターをお使いの場合は品質かバランス重視ぐらいをね、設定しておくといいのかなと思います。私はね、普通にフル HD のモニターなんでオフにしておきます。アンチエイリアスなんですけども、こちらオフか、こちらの SMAA T2X っていうのに設定してください。いつもの私ならアンチエイリアスをオフにすることを推奨するんですけれども、まあ、カルデラは生えている木が結構たくさんあると思うんですけども、アンチエイリアスをオフにしている場合、木が結構ね、ちらついて見えるんですね。それがね、かえって申請を下げて敵の索敵がやりづらくなります。なのでね、できれば SMAA T2X に設定できれば、そのちらつきがなくなりますし、申請が上がります。ので SMAA T2X を推奨します。FPS はね、確かに下がってしまうんですけども、スペック的に無理だったらオフのままでも大丈夫です。その他、被写界深度、ワールドモーションブラ、ウェポンモーションブラはね、無効にしておいてください。最後に影と照明です。シャドウマップ解像度。こちらはね、低ですね。これはね、パフォーマンスに大きく関わってくるので低にします。影をね、鮮明に見える必要は全くなくて、ぼやけてても全然索敵には影響しません。次にスポットの影のキャッシュですね。これは有効にしておいてください。これはね、一度描画した影を保存しておいて、後で同じような場所に来た時にその影を再利用するっていう設定なんですけども、まあなのでキャッシュをオンにすることによって、パフォーマンスが向上します。だいたいね、FPS が5から10ぐらい上がると思いますね。これはね、有効にしておくといいかなと思います。同じ理由で日陰のキャッシュも有効にしておいてください。で、パーティクルライティングなんですけども、これはね、通常以上にします。理由は上のテクスチャ品質と同じで、パーティクルがなるべく綺麗に見えた方が申請に影響しなくなりますので、こちらはね、通常以上に設定しておきます。ダイレクト X レイトレーシング。こちらはね、無効にします。影がものすごくリアルに描画されるようになるんですけども、パフォーマンスがかなり悪くなりますので、こちらはね、無効にします。アンビエントオクルージョン。こちらはね、無効にします。オブジェクトの側面とかに奥行きを持たせる設定なんですけども、背景はね、のっぺらい方が敵の申請は上がるかなというふうに思いますので、こちらは無効にしておきます。最後にスクリーンスペースリフレクション SSR なんですけども、こちらは無効にします。見る角度によって光の反射が変わりますよっていうね、設定なんですけども、そんなにね、背景が写実的に見えてもそんなに意味がないかなと思いますので、こちらはね、オフにしておきます。以上が Warzone Pacific Vanguardシーズン1での最適設定でした。ぜひね、今回の設定を参考にお試しくださいませ。それでは良き COD ライフをお送りください。以上、マーキーでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。